ゲドウメが民を苦しめおって、正体を突き止めねばな。集落の者に何をした？大鷹様の呼び声を聞いた。大鷹、己の長か？あのお方は一族を率いて対馬に来る。息のすべてをその手に収めた後で。こやつら、あの息から。ジン、手を貸さんか。お前は死ぬのが衆生のためだ。急いで駆けつけたけど、こりゃひどいね。病のようだが、果たして治るのかどうか。何があったの？わからん。見慣れぬ猛虎兵だった。こやつらの長は大鷹、対馬を攻めるつもりだ。心を蝕む病だろ。もし島中に広がったら。そうはさせん。大鷹を探すの。猛虎兵によると息におるとか。海賊と罪人の島だ。侍は憎まれてる。そうだ。かつて父上が治めようとしたが、あの地で会えなくも、その後残党は引き上げ、そして今何者かに乗っ取られた。俺が正さねば。坂井家は息で憎まれておる。坂井家の鎧を着るならば家紋を隠さねばな。知ってるんだぞ。船が待って。